のは、ほうほう、何、髪を切る、髪切る病気を持っている人のため、うん、髪の毛、うん、ウィッグとか、そうそう、その作るための髪の毛をと自分の髪を提供するというものなんです。そうそう、うん、そう、誰かの役に立ってね、そうそうそう、そのためにいい、ね、自分の髪を提供して、うん、ちょっとでも笑顔になれる人が増えたらなと思ってね、うん、やりたいと思います。今日はどうせ パパ切る、いや、パパが切っちゃなんかあれだ、あそこに行けばいいんじゃない、どこ、美容院、あそこだったらプロのね美容師さんがいるから、うん、絶対に上手に切ってもらえるよ。じゃあ行ってみるか。でも美容院にどうやって切ってもらえるのかわからないからな、パパ教えてくれる、流れを。いいよ、まず切ってもらう美容院を決めて、はい、で美容院に予約するときにドネーションやりますって言うと多分やってくれると思うから、で長さを 30cm ちょっと切ってもらって、はい、あとはその集めてるところに自分で送るんね。はい、美容院で送ってもらうんじゃなくて、今回は自分たちで送る。今回は JHD&C っていう団体、はい、NPO 法人なんだけど、はい、そこに送ろうと思ってます。はい、そしたらウィッグができて、うん、それを買って誰か、うん、それで、そうだね、誰かが使ってくれ、うん、今ね、ここはね、短い髪はないんだって。もう今30センチ以上、誰が、ここが送るところの、あ、が、もう無理なんだ。うん、30センチ以上じゃないと、だからこのぐらい、リナと手の長さぐらいないといけないんだって、うん、やば、見て、結構長いね、だいぶ長い。じゃあ早速、行きます か, か髪の毛を切ってもらえるぞ、行くぞ。超かわいい、かわいい。こちらがリナの切った毛ですね。これは送るだね。すっごいサラサラでしょ。サラサラ。でもだいぶすごいでしょ。うん、自分の毛です。これが結構ね、綺麗にサラサラしとるなと思う。なんかお人形の髪の毛みたいじゃない。で、今回は自分たちで送るって言ったじゃないですか。うんうん、どう、うん、
これはコンビニで買えるんですよね。そう、あの郵便局のレターパックってやつに入れて送ります。はい、こちらはいろいろ自分の個人情報を書いて、うん、ちょっと書いてね、出します。はい、こちらを入れるためのものです。こちらそう、だいぶイメチェンだよね、これ。すごい、すごい、ほんとすごい。後ろは結構短いですね。おー、短い。本当は短いの？うん。でも、こうやってこうすると前乗りなんですよね。そうそうそう。こうするとね、縛った風になるから、うん。長さありそうなんですけど、こんだけしか、だいぶ切ったよ。切った切った。かわいいよ。けどね、戦った人のために、うん、ね、この髪の毛で、この髪の毛で笑顔になれるなら、うん、いいなと思いました。はい。はい、今日はね、ヘアグネーションと、イメチェンを兼ねてやってみました。うん、はあ、結構ね、イメチェンかなと思うので、うん、他のみんなの反応も楽しみです。そうですね。はい、バイバーイ。また、ね。